はい、もういいよ、行って、はい、はい、こっからスピード上げる、もうここ突破だかんね、はい、突破、突破のパス、それでいいか、まだ、まだ、はい、そっから落とされたボールで、ここの、ここのコーンの間で足元で受けて突破するイメージです。はい、どうぞ。まだだよ。はい、スピードアップ、はい、上げる。パスの精度もね、パスの精度も引っ掛けないようにしながら、これコーンの間、はい、はい、コーンの間ね。でシュートでもいいし、俺が詰めてもいいし、ここで出した選手が詰めてもいい。はい、走ってる選手の前なの、まあそういう動きもあるね。オッケー、わざと前離してもいいよ。ストップね、ストップね。小林さん、もう一回やろう。じゃあ、3つは俺が空いてたんで、3つ俺の前。ストップね。それじゃあもう捕まる。俺に。じゃあここのスペース使いたかった、俺のマーク。はい、やって。どのタイミングで話すだよね、はい。ボールがあそこで自分が欲しい1個前の時に、自分がここで欲しかったら、はい、1個前の動いてる時にやっぱここで外す。だからそこをもうちょっとタイミング意識して、はい、行きましょう。はい。はい、オッケー。じゃあここの持ち方は、はい、落としてもいいし、落としてもいいし、今やったみたい。でそこから、はい、あやら入れて、そこからフリックできるような、フリックもあるし、そこから中入ってって、はい、回ってもうありますからね。だからこれはもうちょっと自分で考えてやってみてください。タイミング合わせるし、回るからカットインして当てるでもいいし、はいはい、しここでもいいし、最後2方向ね、2方向でやりましょう。フォワードのその動き方、はい、あ、早い、オッケー。例えば今最後ね、神野さん動いたよね、ごめん、羽ばたすかさ、早いて、ここだからどう、はい、ボール動かしてる時に、だからこの縦パスを受けたいんだったら、ボールを自分が受ける前にアクションを起こさなくちゃいけないし、マーク外さなくちゃいけないから、ただボールばっか見ないで、お前らが見るのはゴールだから、相手だから大事だよ。そっから強くいくことだな、お前捉えちゃダメなんだよね。はい、いけるか。そう、何が違うの今の。そこを収めなかった。相手見てますか、小林さん。分かった、声もっと守備おばし、相手に対してやっぱり縦パスを受けたら、じゃあこの選手は次どこに動くかとか、サポートはこれに対してどこにサポートの角度を取るかとか、そういったところを積み上げていっていくために、前が2対2、後ろが2対1で、2対1で、コントロールの質とかパスの質が上がらないと、やっぱ前線が動けないです。顔が上がらないと前線動けないし、そういうやっぱここの2対1の組み立ても非常に大事なので、まあ、そこをもっともっとこう徹底してやりたかったんですけど、やっぱパスの質がやっぱもっともっと上がってこないといけないかな。それから幅使いながら、でもやっぱり縦パス入れたいので、こういう縦パスでもいいんですけど、幅取りながら、まあ、俺としてはここに入れて、まあ、この選手が例えばフリックで決めたり落としてもらって、まあ、この間に次に飛んだ動きをするかというところをこうイメージしてもらいたかったなと思ってやりました。ウォーミングアップからパス、あと動きの質を求められたので、やっぱり最初の時に基準が明確になったので、次のトレ1トレ2の時もやはり中央突破で何が大事かって言ったら、やっぱスムーズに動き方と、あとのパスの質でシュートまで行かなきゃいけない、まあ、そういうところが全部通して基準が明確になったので、すごい分かりやすかったので良かった。あとやはり実際は敵がもっといるはずなので、やっぱりマークの崩し方、あとはパスの
タイミングの質とか、その辺をやっぱりもうちょっと突き詰めていかないと、この練習が本当の基本中の基本って言ったら失礼かもしれないですけど、やっぱどうやったら崩すか、どこのスペースを見た方がいいのかとか、やっぱその辺がすごい明確で分かりやすかったので勉強になりました。まあ、形とかパターンだけを提示説明して、その後は選手の判断とかボール状況で選手が判断するっていうところで、こっちがちゃんとそれを見ながら考えてアクション取ったり動いたりっていう形にとらわれずに選手自身がジャッジしてたので、それがおのずとその次のプレー位置につながってて、僕はスムーズにプレーできてすごく楽しかったっていうのが。それプラスキッパー取った後の守備のところまで求められてというところもあったので、ずっとこうやりきるというか、ずっと継続してしなくちゃいけないということと、あと本来は攻撃がこう数的不利の状況で、数的今は数的有利で、成功体験というか、もう本来はもっと得なければいけなかったと思うので、そのベースの部分の技術のところもしっかりしなくちゃいけないなということ、しなきゃいけない基準と、もう形でもあゴールだよねっていうところの明確さが出現すると、まあ、トレーニングに入る部分もスムーズなのかなと思うし、子どもたちもそこに対しての追求度とか、その何を求められてるかっていうのも多分オーガナイズだけで分かったんではないかなと思うので、すごく重要な部分のオーガナイズだったんじゃないかなっていうふうに思います。でそのままこうトレーバーに入ってきてからも、まあ、攻守の切り替え、ゲームの中での起こりうること、崩しとしての重要性で、テクニカルな部分の積み重ねっていうのでいうと、一つのトレーニングの中でもこうグッと凝縮されてた部分があったかなと、まあ、追加する部分はいっぱいあったにしても、広がりを持つのはこれからの指導者の考え方とか、そういう部分で広げていければいいので、まずそこの基準を示すところでいうと、すごくいい、積み重ねではないかなと思うんですが、流れる、たつき流れる、やっ足音で、ね、例えば、まあ今いいよ、はい、いいけど捕まってんじゃん、そしたらどうやってこんの、何か言うか、相手がいないところに、やりましょう。出して、ショーマン、ここに出して。緩いボール出して。大丈夫さ、行っていいよ。はい。はい、そうなるよね。はい、OK。相手見て、フォワード。ナイス。ナイス、ショーって。はい、大丈夫。ナイス。はい、オッケー、オッケー、ナイスプレー。2で5対5、まあ、3-2で、1-3-2で、やってる中で、やっぱ後ろの4対2を生かしながら、数的優位を生かしながら、やっぱ前方を見ると、見て、その見られてるフォワードはやっぱアクションを起こす、でそこを 見て、どのタイミングで縦パス入れるかっていうのは、もうそこ選手の判断なので。そこの精度と、それがそこに対してのサポートする。で、その前にやってる落として、サイドに展開とか、落として2列目っていうところを、こう、形として出れればいいかなっていうのと、あとはやっぱ2トップ同士で、やっぱ崩したいなっていう、中央突破なんで。ただ真ん中、やっぱり2トップはできるだけ真ん中にいて、後ろの3で幅を取りながら、幅と、深さですか。で崩したいっていうのが、まあ、狙いだったので、まあ、それをその中でやっぱ質を高めていかなくちゃいけないということですよね。そのためにやっぱフォワードのマーク外す動きだったり、フォワード同士が見て動き出したり動き直したりっていうのところをもっと時間かけてやりたいなっていうのは非常に思います。ただ時間が短いので、もう形だけになっちゃってる部分があったので、そこは実際だったらもっと時間かけて降りたら背後取るとか、幅取ったら中入ってくるというところをもっとやりたいなと思います。それがゲームの中で、まあ、できればいいかなと思うんですけど、まあ、そこはこうプレーの質だったり、選手のこう力とかに、ゲームなのでいろんな要素が入ってくるんですけど、まあ、常にやっぱ2トップを見ながらゴールキーパーも含めて
それと見ながらポゼッションとかビルドアップするっていうところをこう伝えたかったなと。失わないっていうことだけが頭にあったからもうそれ見透かされて、あのトレーはウォーミングアップトレーバンでまずどうやって縦パス入れる、そこにサポート行くっていうのがもう離れてたので、そこで1回止められてやっぱり意識付けさせられたんで、非常にいいトレーニングになりました。今大体ゴール前相手の陣地でと思うんですけど、僕はやっぱりあのちょうど自陣から中盤のちょっと前あたりのミドルゾーンからあの崩しでゴールいけると思うんですよね。やっぱそこを意識して、ゴールに近いからあれをやんなきゃいけないってわけじゃなくて、やっぱ相手のディフェンスラインが上がってたら、ああいう中央とかの崩しをチャレンジするにあたって、やっぱり後ろのビルドアップというかラインを上げないと、やっぱりいい距離感の発力崩しができないかなっていうのがすごいあったので、あのやっぱりそのなんていうんですか、質問っていうか、まあここのミドルゾーンでも意識してやってもいいトレーニングなのかなって思ったんですけど、サイド攻撃に行くのか、まあ、そこを切り離すっていうのもサッカーの中ではないと思うので、例えばサイドを攻撃して中が開けば中央突破になるし、中央突破してサイドが開けばサイド攻撃になるしっていうことで、まあ、この辺は中盤ゾーンとして、特に皆さんのイメージもそうですけど、中央突破って言ったら自陣中盤アタッキングのイメージだったら、どっちのイメージが強いですか、ね、アタッキングゾーンの方が中央突破のイメージが高いっていう人いますか、中盤ゾーンの方が高いですか、ツートップでのスペースの作り方っていうところをもっとコミュニケーションを取ってやれれば、今ただ出し手と受け手の関係っていうのはできていたので、あの先生言われてもっと時間かけて一人側で落ちていけたりとか、あの止めてあの指導されてたんですけど、やっぱりそこが一番ベースになるっていうところで基準っていうか攻撃のいうところだったので、止めてやったというところがやっぱりこだわりっていう部分ですごく見えたというあれなんですけど、大事だなと思ってました。僕がやってて横がちょっとだけ狭かったというか窮屈なちょっとあれだったんですけど、まあもうちょっと幅があって、それで外から斜めのボールでトップに入って、これを中盤が絡んでいったりとか、そこから中央突破っていうイメージがもうちょっとあったら、あのその後ろのビルドアップからよりこう攻撃のスイッチ、ここから中央突破行くよっていうあれがチームとしてもうちょっと明確になったのかなってのは気になってたんですけど、やってる選手が狭いなって思ってくれたことがなんか俺の中では正解で、だから幅使いましょうって出てくるんですよ。中央突破って言ってもやっぱなかなか難しいから、やっぱ幅取らなくちゃいけない。これ1メートル2メートル広げただけでまた違ってくると思うので、そういうところ分かってもらって皆さんのオーガナイズに参考にしてもらえばいいかなって思います。ありがとうございます。やられてるのサイドラインを聞いたじゃないですか、その時に、まあ、相手のラインがすごく高くてワードがちょっと動けない状況が多くあったんですけど、でその時に別に裏も狙ってましたし、足元でボールを受けるような動作もあったんです。そこはこう2人だったんでこう入れ替わって、でもそれでもやっぱ相手のラインが下がらない。お前ら止めよ、小林先生がこう降りろ、ね、ワンサイドに挟まった時はこっちのサイド空いてるから裏に入るっていうのがあったじゃないですか。それってそもそもあのトップを狙ってるからこそ起こる現象なのかなっていうところがちょっと気になってました。2列目から出てくれるからそういう狙いもあるよ。だからそれを狙ってツートップが真ん中にいることも大事。そんなにやってる、そんなにやってる。オフサイドラインがどん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 こう上げられていっても、やっぱツートップはツートップで真ん中にいた方がいいってこと。サイドに逃げてその入れ替わりを起こしてとかじゃなくて真ん中にいた方がいいっていう。まあこう形ではないですけど、やっぱそういうやり方もあるじゃないですか。ただ今日はもうツートップは中にいるっていうやり方もある。でオフサイドに関しては本当はペナルティーのラインがオフサイドラインだった、忘れてました。
すいません、どうしよう俺やっててなんかおかしいなと思った動けなかったんですよ、そうだよ、ありがとうございます。